の名取側より名名付けられた名取は、大正年間に多数建造された5500トン型軽巡洋艦の長ら型の一艦として、1922年に三菱造船長崎造船所で完成した。完成時には、高速軽巡洋艦として、水雷船隊の機関に適した優秀な艦であった。1927年12月に、第二艦隊。 第2水雷戦隊の期間となり、1933年5月、第1艦隊第7戦隊に編入された。1936年12月に第1艦隊第8戦隊に移り、南四方面で行動した。1938年12月、第5艦隊第9戦隊に編入し、マコを基地として、南四作戦に参加した。 1939年9月に予備艦となり、マイズルで機関としての改造を行った。1940年11月、第2図開始艦隊第5水雷戦隊の機関となり、翌年4月、第5水雷戦隊は第3艦隊に編入され、南部仏印進駐作戦に参加。太平洋戦争初戦でナトリは第5水雷戦隊などからなる。 飛島部隊第一救州隊の一隻として、フィリピン北部のアパリ攻略に参加した。第一救州隊は、上陸部隊を乗せた戦団を護衛して12月7日に、マコーから出撃。12月10日に、目的地に到着。第一次上陸部隊の上陸に際して、抵抗はなく、上陸成功が報じられた。同日、クラーク基地より発進したアメリカ陸軍第14。 中隊の B-17 爆撃機2機が来週。ナトリの左玄中央部付近に資金弾があり、搭載機大破、重油タンク破損などの損害を受け、死者7名負傷者15名を出した。ナトリは修理ため魔コへ向かわされ、現象省は機関を駆逐艦長月に変更した。続いて、第5水雷戦隊は、第11総解隊及び、 第30総会体と共に第1護衛隊を編成し、臨海湾上陸に参加した。上陸部隊を運ぶ船団は3つに分かれており、第1から第3護衛隊がそれぞれ護衛する計画であった。第1護衛隊は23隻からなる船団を護衛して12月18日に高尾から出撃。別の場所から出撃した他2つの部隊と途中で合流し、 リンガエン湾へ向かった。上陸は12月22日に行われ、成功した。12月23日、マニラ湾からアメリカ巡洋艦1隻、駆逐艦2隻、潜水艦2隻が出撃したとの情報があり、第5水雷戦隊は南へ向かったものの、快適しなかった。ナトリは駆逐艦水月と共に12月24日にリンガエン湾を離れ、 12月26日に、マコウに着いた。第5水雷戦隊は、マレー部隊に編入され、第8駆逐隊、練習巡洋艦、カシーなどとともに、第2護衛隊を編成。12月末からは、第2護衛隊は、第25軍と、第15軍の一部をマコウからシンゴラ及びバンコクへ、運ぶ戦団の護衛に従事した。12月31日に、戦団は、 マコより出発。1942年1月7日に、カシー、駆逐艦2隻、解剖艦1隻に護衛されて、バンコクへ向かう船団が分離され、残りの船団は1月8日に、シンゴラに到着した。1月9日0時に、第5水雷戦隊は、乱員部隊に移り、同日、シンゴラを離れた。第5駆逐隊も1月12日0時に、 ランイン部隊に編入された。第5水雷戦隊は、台湾で、西部ジャワ攻略作戦の準備を行った。その後、第5駆逐隊と、第22駆逐隊は、第16軍主力を運ぶ戦団を護衛して、カムラン湾へ移動。ナトリもカムラン湾に進出し、2月3日に到着。ジャワ攻略作戦に参加し、3月1日、バタビア沖海戦において、 米中中にヒューストンの撃沈に貢献した。3月12日、ナトリは、マカッサルへ向かった。3月10日の戦時編成改定により、第5水雷戦隊は、解体され、ナトリとながら、絹で、第16戦隊が編成された。ナトリは、その司令官、原剣三郎少将の帰還となった。3月29日からナトリは、中、 ながらなどと共にクリスマス島攻略作戦に参加した。攻略部隊は3月29日にバンタム湾から出撃。3月31日にクリスマス島に到着し、軽巡洋艦3隻の推定は爆撃を行った。上陸は成功したが、ナトリと中はアメリカの潜水艦シーウルフの来撃により、中が4月1日に開い損傷。ナトリは中を栄光して、 バンタム湾へ向かった。以後、ナトリは1943年1月まで、東インド方面の警戒任務に従事した。12月1日、チモール島沖で索敵機により発見された、オーストラリア艦隊攻撃に絹ぬと共に向かったが、捕捉できずに終わった。またこの際命中はしなかったが、オーストラリア軍機による爆撃を受けている。この後、 ホーランディアへ陸戦隊を輸送。1943年1月6日、アンボンへ向かっていた船団が爆撃を受けて、水雷艇とも鶴が損傷した。ナトリはその元へ派遣されて、警戒にあり、その後単独でアンボンへ向かったが、9日10時43分にアンボン東大南東18海里で、アメリカの潜水艦ト,ートグの雷撃にあった。後部に、 魚雷一本が命中して後部が切断され、戦士7名、負傷12名を出した。操舵不能になったが、進路変更は、機械操作により行うことができ、13時45分に、安本に到着した。ナトリは、安本で、陸軍急難船大熊丸の協力により仮修理を、行ったが、同月16日と21日に、 B-24 の攻撃を受け21日には、資金弾により損傷した。そのため、不施艦青鷹の護衛で、マカッサルへ交代したが、命中しなかったものの、その途中にも再び、トートによる攻撃を受けた。マカッサル到着後はシンガポールへ向かいそこでの、応急修理の後に、マイズルに帰島。1944年4月まで修理、改造を実施した。 ナトリは、この改造時に7番手法を撤去して、後に 12.7mm 連装広角砲を装備、5番手法の撤去、機銃の多数増備などが行われた。修理を終えた後、ナトリは、中部太平洋方面艦隊に編入され、内海西部で訓練を実施していたが、1944年5月に、第3水雷戦隊に編入。 クレから第1 2 6, 6月のマリアナ沖海戦では、機動部隊の補給隊を護衛した後、連合艦隊付属となり、フィリピンからパラオに、作戦輸送を行っていたものの、8月18日、ナトリはサマール島東方水域において、アメリカの潜水艦ハードヘッドの来撃で沈没した。 ナトリの久保田聡志艦長以下550名が戦死、ナトリの生存者183名は、カッターボート3隻に分譲し、13日目の朝、みんななおとをすり顔にたどり着いた。この時のカッター業を自責証拠だった、松永一郎が、千人証拠を軍艦ナトリ探偵隊機頭セリなど、手記にまとめている。1日あたり10時間以上カッターをこぎ、 転速工法などを駆使して陸地を目指した。水分はスコールで補給し、食料は士官も水兵も平等に1いた地あたり乾板一人2枚と決めた。夜間は乾板管の上に寝て、盗難を防ぎ、反乱を防いだ。ナトリの生き残り上院の生還劇は戦後、アメリカにも伝わった。松永とハードヘッドの艦長は分通するようになり、 米潜水艦ハードヘッド VS 軍艦名取、探偵隊、実績将校、仙人将校アメリカを行くの出版につながった。艦長たちの軍艦誌152から155ページ、日本海軍誌、第9巻、第10巻の召喚履歴及び、官報に基づく。添島義近大佐、1922年2月15日、添島義近大佐。 1922年9月15日から1922年12月1日、森田登大佐。1922年12月1日から1923年11月20日、小倉大蔵大佐。1923年11月20日から1924年12月1日、井上史郎大佐。 1924年12月1日から1925年11月20日、鹿島次太郎大佐。1925年11月20日から1926年5月20日、水木啓治大佐。1926年5月20日から1926年11月1日、一木崎啓一大佐。 1926年11月1日から1926年12月1日、松本忠久大佐。1926年12月1日から1927年8月20日、須田竹彦大佐。1927年8月20日から1927年11月15日、有地十五郎大佐。 1927年11月15日から1928年8月1日、日暮とよとし大佐、1928年8月1日から1928年12月10日、佐竹道大佐、1928年12月10日から1929年11月30日、小山義郎大佐。 1929年11月30日から1930年12月1日。三木大地大佐。1930年12月1日から1931年4月5日。星野倉吉大佐。1931年4月5日から1931年12月1日。 坂部正造大佐、1931年12月1日から1932年6月10日、後藤明道大佐、1932年6月10日から1932年12月1日、松木松吉大佐、1932年12月1日から1933年11月15日、松浦栄二郎大佐、 1933年11月15日から1934年11月15日、岸福治大佐。1934年11月15日から1935年11月15日、岡村正雄大佐。1935年11月15日から1936年12月、市中原義正大佐。 1936年12月1日から1937年11月10日、中尾八郎大佐。1937年11月10日から1938年12月5日、有賀武雄大佐。1938年12月5日から1939年11月15日、松原博士さん大佐。 1939年11月15日から1940年11月15日、山積定次郎大佐。1940年11月15日から1941年7月28日、佐々木聖子大佐。1941年7月28日、井ノ口里史大佐。1942年7月1日から1943年1月20日。 上田孝之助大佐、1943年1月20日、平安寺大佐、1943年7月20日から1944年3月18日、久保田里志大佐、1944年3月18日から1944年8月18日、戦死。ありがとうございます。